2学期最後の日、それぞれの教室でたくさん置き忘れの傘がありました。学校全体で何本あるか数えたら100本もありました。そのうち69本がビニール傘でした。つまり忘れ物の傘の7割がビニール傘だったのです。授業でもやった気がするけど、ビニールもプラスチックだっけ？もしプラスチックだったら有機物だから燃えるはずだよね。捨てられてたビニール傘を使って燃やしてみよう。理科の先生に安全対策を手伝ってもらって燃えるかどうかを確かめます。うわ、燃えた。ということはビニールはプラスチックなんだ。レジ袋とかのリサイクルは普段意識してるけど、ビニール傘って大事にしてないかもしれないな。やっぱり壊れやすいからかな。壊れやすさを調べるために、普通の傘とビニール傘の骨を切り出して、同じ重さの重りをぶら下げて、曲がりやすさを調べました。左が普通の傘、右がビニール傘です。ビニール傘の方がちょっと曲がりやすいように見えます。念のため別の方法でも比べます。バスケ部コーチでボディービルダーの二階堂先生に協力してもらって耐久テストを行います。ちなみに外れた膜の部分の質量を測るとおよそ 190g でした。レジ袋の質量と比べてみます。レジ袋は 9.5g でした。ということはビニール傘はレジ袋20枚分以上のプラスチックでできていることになります。そこでビニール傘を大切に使えばプラスチックの使用を減らせるかもと考えました。傘に愛着があれば大切に使うんじゃないかと思ったので、ビニール傘に模様を描いてみました。かなり可愛く仕上がりました。でも傘が壊れにくくなったわけではありません。これから私たちは注目されがちなレジ袋だけがプラスチックではないということを意識して、身近な素材とどう向き合うか、解決していない問題とともに考え続けます。そうすればきっと未来は明るい。